ちょっとお酒飲み伸ばしすぎや。俺のせいだけだね。ガッツーなのが。北田さんから。ね、お前は家族が興奮。興奮します。はい、で奥さんも、高校の同級生なんで。おお。高校はどこだったっけ？あ、修徳か。ついさっきや。ちょっとお酒飲み伸ばしすぎや。修徳か。ああ。キャプテン翼の修徳校、修徳小学校のモデルだからね。ああ、そうですよね。うん、はい。だ北澤さんが三つ上で、神野さん、神野さんがいたり、うん、そうね。だからそこからなかなかあのまあこの前高木義成さんも修徳なんですけど、あと仙台のコーチをやってる北谷さん。ディフェンダーの方なんですけど、まあ、その方ぐらいで、なかなかプロは。俺らせいだけだね、ガッツーなさが。北田さんから。ここってずっと言われる。まあ、全国大会に出たいっていうつもりで当然入るわけじゃん。そのね、習得もそうだけど、全国大会出たい。その先は、先輩たちを見ながら、例えば日体大に行くとか、これは。体育しかできねえな、体育の先生になるんだったら日体大とか東海大とかっていう風に思ったりするみたいな。そうですもん、ね、彼らはもう J リーガー目指すってことですね。そうそう、もうあったんで、自然ともう、まあもちろん高校サッカーからの J リーグみたいなのができたんで、小学校、僕の高校が 2,3 年ぐらいで J リーグ開幕したんで、もうなんかもうサッカー始めたらそこっていうのがあって、そこら辺が高校サッカーがなんかすごかったね、あのなんか見てるから。水はすごいよね。まあ、俺は全然高校サッカーがもうすべてだよ。すごいですね。やっぱ覚えてるんですね。やっぱ若い子って覚えてるじゃん。その時代から俺は水打ち杯っていうのが地元にあるんだよ。横浜でもう30年。あの木村和志杯というあのああいう感じのが。木村和志杯は知らないけど。負けてましたそれ。で本当も俺戸塚だからさ、戸塚伊豆肉で、はい、あって、はい、戸塚区にもあ伊豆肉にもあって戸塚区にもあるんだよ。戸塚がちょっと後から始まってるんだけど、俺が J リーガーになってから、で遠藤航はそこで航は南戸塚中学校だから南戸塚で、航がレッツに来た時に、はい、水地は出てたって言ったら、お出てましたその水地なんだけど、え、そうなんですかって。いや、だって思わないじゃないですか。いや、お前さ、水打ちって人あったんですか。ないですね。え、それはもう大会関係者はダメだよね。この水打ち杯っていうのは昔、その昔水打ちっていうね、そうか、この地元から生まれた J リーガーがいる大会なんだよってちゃんと説明すればいいのにしてないから、子供たちは当たり前に水打ち杯、あ、今日水打ち杯だよ、爽やか杯だよって感じやん。ライオンズ杯だよみたいな感じで言って、お前水打ちって他聞いたことあんのかって言ったら、ないですよね、俺だよって。それはでも、ね、よくないですよ、ちゃんと言った方がいいですよ。そうでしょ、絶対。そうなんだよ。30年も続いてるんですもんね。今も続いてるってことです。今もある、まあ伊豆肉の方ある。で、トツロイのトツロイのがあって、で、遠藤渡るは遠藤渡る杯作ったからね。そうなんですか。数年前どうやって作るんですか。でも自分でそれは時間、あの、地元の人たちに移って、で俺は別に俺が作りたいってわけじゃなくて、俺の小学校の監督が作ってもいいかと、俺が選手権出てるんだよ。俺がまあプロになるっていうか、その三菱に入るのもあったけど、その俊介が6年生ぐらいで、まあ俊介出てないけど、そんなのもあって、で変な話勝手に進めてくれてるんだよ、その父兄とか先生たちが。俺は1年に1回そこに行ってトレフが出したり、別にお金を払うわけでもなく、それがもう30年ですよ。もう同級生の息子がいて、伊豆市くんが受けられて、分からなく太っちゃってる同級生がいて、誰その誰誰って言われて、おお、あれうちの息子みたいな。そんなのももう、はあ、30年すごい、マジありがたいよね。俺何もしない。で、何もしてないことはないですけど、何もしないんだけど、すごいな。え、なんすか、TOC 卸売センター。
そう、一番最初の ああいう商業施設のもう一番あれですね、古い。だからあの、なんだっけ、今有明の方にできてるよね。あ、そうですね、駐車ありますね。そろそろあそこ豚が潰れんじゃないの。そうですよ。そうでしょ。うちの会社がそのそれこそ入ってくるってのは壊すね。そうですね、建て替えるでしょ。あんまり会社が入ってんの。あ、会社入ってます。ネットあんまりみたいな。ネットというか、そうですね、紹介というか、オーナーショーとか出会い系。じゃあ、あの、仕事したやつとかで売る。いや、違う。で、そこを壊すの。じゃあ、それで入った時に、建物自体が。そう、入った時に、もう2、3年って言われてて、だけど、今もう3年経つけど、なんか、それが遅れてるらしい。確かに、そうですね、地震だったんで、やばい。ただ、やっぱりいきなりすぐ壊れるかっていうのがないから、まあ、伸ばしになるんだけど、ちょっとね、開発が遅れてるからね。どこもそうだよね、こう潰すって決めても、4、5年ずれるんだよね。今、品川駅前すごいじゃん、壊されるやつ。あ、そうなんですか。え、品川ですか。あの、高輪口ね。品川は多分早い。高輪ゲートウェイとかもサッカーなし。高輪ゲートウェイの周りは何もないじゃん、はい、あれがもうボンボンボン立つから。あ、これからですか、うん、駅をまず最初に作ってから。あ、なるほど。あれにいい感じだと思って甲府じゃなくていいんすか。いやいや、いや、いいよ。あ、でも好きとか嫌いではないですけど、ボンバーとかは合わないなと思いましたね。あ、そう。はい、ボンバーはさ、あ、でも前の、いや、はい、いや、選手はそうだけど、前の選手からあんまり友達いないの。友達いないというか、だから変に群れない感情ありましたね。あれ、友達じゃない、だから自分からだよね、そんなんてちょっと多分、あの、線を引くっていうか、そういう壁を作るっていうか、多分、その距離を保ってはいたのかなと思います。え、ボンバーとでも、シュースケは仲いいでしょ。え、まあ、なるほど。まあ、クラブハウスではこう別に仲良くしゃべりますけど、家族ぐるみとかって言われるじゃない、はい、俺試合中ボランチやってたじゃないですか。でボンバー後ろにいて、清水さん前いて、でボンバーからこういう風にやってくれって言って、で、まあ、それを清水さんに伝えたりして、清水さんは俺ちょっとなんか言われて、いや、それちょっときついみたいな。でボンバーに行って、でも間に挟まれてたんで、2人直接やってくれよとずっと思ってました。確かにサッカーの話をそういう風にしてるのは聞いたことないね。ふざけたりとか、なんかふざけたりっていうか、なんかそういうのはなんかあるけど、なんかサッカーの話をそんなになんかしてるイメージは。へぇ、結構守備的なね、まあ、守備だから、うん、まあ、そこはなんか直接もうやってくれた方がこっちはありがたいんですけど、間に入っても何もできないんですけど。あ、そうなんだ。いや、俺もね、ボンバー長澤に連絡して知りたいなと思って、はい、誰に聞いても誰も知らない。いや、本当ですか。あんまもこれはゆりさんに番号教えてもらって電話したらマイクだって。わかる。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。あー！